渋野日向子とタイガー・ウッズのゴルフ比較。渋野日向子とタイガー・ウッズは、ゴルフ界で顕著な存在です。彼らのゴルフスタイルを比較すると、特にその柔軟性に注目が集まります。渋野日向子は、彼女独特のスイングスタイルと優れた柔軟性で知られています。彼女のスイングは、驚くべき柔軟性に支えられており、その美しさとスポーツの素晴らしさを体現しています。一方、タイガー・ウッズは、ゴルフ界の伝説として知られています。彼のスイングの瞬間における柔軟性は驚異的であり、その力強さが際立ちます。彼のスイングは、柔軟性と力を兼ね備えており、数々の大会で勝利を収めてきました。なぜ渋野日向子とタイガー・ウッズの柔軟性が重要なのでしょうか？それは、ゴルフで成功するためには柔軟性が不可欠であるからです。柔軟性があることでスイングの幅が広がり、ボールを遠くに飛ばすことができます。また、柔軟性が高いと怪我のリスクも低くなります。自信のある柔軟なスイングを持っていますか？もし自信がない場合、心配しないでください。ゴルフの柔軟性を向上させるためのいくつかの効果的な方法があります。まず、ストレッチングが重要です。ゴルフをする前に、特に肩や腰の筋肉をしっかりと伸ばすことが大切です。次に、ヨガやピラティスなどのエクササイズを取り入れることをお勧めします。これらのエクササイズは、筋力と柔軟性を同時に鍛えることができます。最後に、定期的な筋力トレーニングも重要です。筋力があることでスイングの安定性が増し、より正確に打つことができます。渋野日向子とタイガー・ウッズのゴルフにおける柔軟性の重要性について考察しました。自身の柔軟性を向上させるために、これらの方法を取り入れてみてください。渋野日向子と大山加奈、学習能力の差に驚愕。ゴルフ界で注目を集める渋野日向子、選手と大山加奈選手は、ゴルフ界で注目を集める若手プロゴルファーです。両者ともに幼少期からゴルフに親しんでおり、その才能を開花させています。しかし、彼女たちの学習能力には大きな差があることが判明しました。まず、渋野選手についてです。彼女は10歳の頃からゴルフを始め、わずか8年後にプロデビューを果たしました。その後も着実にスキルを磨き、2023年には全身女子オープンで優勝するなど、その才能を世に知らしめました。一方、大山選手は同じく10歳でゴルフを始めましたが、プロデビューまでには渋野選手よりも時間がかかりました。実際、彼女は18歳の時にプロデビューを果たし、渋野選手よりも8年遅れています。では、なぜ彼女たちの学習能力に差が生じたのでしょうか？それは環境の違いによるものと考えられます。渋野選手は幼少期から父親がゴルフコーチという環境に身を置いており、自然にゴルフに親しむことができました。そのため、スキルアップも早かったのです。一方、大山選手の場合は家族にゴルフ経験者がおらず、練習や学習に必要な情報を自分で集める必要がありました。そのため、スキルアップに時間がかかってしまったというわけです。しかし、ここで驚くべき事実が明らかになります。実は、大山選手は渋野選手よりも学習能力が高いことが判明したのです。彼女は自分で情報を集め、独学でスキルアップを続けてきました。その結果、プロデビュー後も成長を続け、今ではトッププレイヤーの一人として活躍しています。つまり、環境に左右されずに自ら学び続けることが、真の才能を開花させる道であることがわかります。渋野日向子と大山加奈選手の学習能力の差について考察しました。環境の違いはあるものの、自ら学び続ける姿勢こそが真の才能を引き出す鍵であることを示唆しています。今後も彼女たちの活躍に注目が集まることでしょう。